でもやっぱり本来あるかなという、ロマン主義っていうのはだからそこに対してすごく変な話ナイーブで中途半端だったから、そのシュミットはそのね、まるでロマン主義が悪いみたいに批判してるけど、シュミット自身も全く同じようなそのメンタリティの中にはやっぱりいるなって、近代に抜け出せない構造の中でみんな言うと少なくとも、そこのところはすごく、まあ、でもそういうことを考えないといけないんですか。その上場の場合はその価値を巡る争いっていうのが、まあ、こうよりこうより価値は何だっていう討議を重ねていくっていう方向性にあったのに対して、今中島さんおっしゃった国家の場合はそもそもその知見っていうのが成立してるからそれを使わなきゃいけないと、でそれを使う時になった段でこう価値っていうのを要請されるからちょっとこうややこしいことになるっていうようなイメージなんですけど、その時には、まあ、価値がなんで選ばれるのかっていう、国家が選ぶのは価値じゃなくてやっぱり現実的に、そこがもうまず折り合いが悪いっていうのは、主権はやっぱり主権同士で敵の敵が絶対できるんで、そうなるとやっぱりシュミットの認識だから、シュミットのそういう敵とかの理論っていうのはもう完全に主権国家っていうシステムが逃れられないどっかで、だからシュミットはすごく安易にそういうことを言ってるように見えるけど、やっぱり主権国家である以上どっかでその問題だけが最後にして最大の問題として出てくる限り、なんていうかみんなどっちかというとその極限状態とかリアルな状況というのを考えて、そのピンチの時に活躍できるのが重要な思想だという危機の思想からいけば、それはそういうことを考えた時に一番大事なものって何かっていう話にならざるを得ないと思って、それはもう近代主権国家は絶対目的がそもそもそれないから、最終的にその話をせざるを得なくなって、そうすると決断という話に行くと。で普段はそういうことは顕在化しないけど、危機っていうものが起こった時には常にこの問題をどっかで要求せざるを得ないんじゃないかな。一応やっぱ言っといた方がいいと思います。シュミットがまあ倫理的にダメでも、その思想は見てるものは結構やっぱり面白いというか、見逃せないものを見てるっていうところはあると思うんで、そこはやっぱり見といた方がいいのかなという感じで、だいぶそうですね、そうですね、おっしゃったんですが、どうですか、なんか喋ってない方で、なんか喋んないで帰ったら熱気が悪いというモヤモヤしたものがあるのがあったら喋った方が多分いいかな。喋っておきたいとか、いらっしゃいます。そういうモヤモヤがなければ、まあ、この辺で開いてもいいかな。大丈夫ですか。すみません、すごい難しいですか。はい、どうぞ。先ほどの過去に入れるみたいなことあったと思うんですが、背負って重みを過去に入れてって、その過去に入れるっていうのはどの程度の決まりなのかなという気になりまして、その例えば、まあ、私がまあ日本人だっていうのがありますけれど、例えばそれを過去に入れて考えるとしても、その過去に入れたとしてもその考えて私であるというのは変わりないんですよね。そのどこまでその持っているのか逃れるかできるのか、つまり逃れることができないんじゃないのかっていうのを考えたことなんですけれども、例えばだからまあ、いろんな次元であると思うんですけど、その過去の入れ方、尖閣問題が起こった時に、まあ、日本人だから日本人の立場で考えるというのが、まあ、一番下手な立場で、一応それを過去に入れて中国人からも考えるとか、まあ、そういう、まあ、思考の過去に入れ方っていうのは、それはありますね。それは日本人の私が中国人とはこう考えるだろうっていう入れ方ですよね。一応日本人であるっていうのがベースになって、その日本人から見て中国人はこうだろうっていう、あ、っていうんじゃなくて、中国人のことを調べて中国人だったらこう言ってるっていうのを見るっていう、まあ離脱感です。まあそれが一応知的な部分で、それはあり。で、ロールズとかの話を入れると分かりやすいと思うんですけど、自分がここに、例えばアメリカに生まれて、まあ裕福で幸せだと思うんで、まあアフリカにいる人は知らないよみたいに言えるのかどうか、まあアメリカにいたら言えるけど、じゃあその今の自分を括弧に入れて、もしアフリカに生まれたとしたら自分はそれを肯定できますかというふうな、まあ可能性を考える、まあそれも知的な話です、まあ、知識の話ですけど、とか一旦そういうところから、まあ、自分のものを過去に入れてみると、でそこから何がいいのかと
全体を考えてみた見るとそういう可能性へと開かれるべきだとか、あと許しの思想とかで見なされてるんですけど、過去に起こったことは覆せないみたいな、敵対関係は永遠だみたいなことを言うけど、それは一旦チャラにできるっていう発想が人間の自由だみたいなことも言ってて、それもまあ過去にで、他にどうどっか行ってる。そうですね。どこが。じゃあ一応この模擬授業自体はこれで終わってもよろしいでしょうか。じゃあ小林さんどうもありがとうございました。